じゃあ、安室さん、はい、次は焼き鳥用意しました。はい、いっぱい種類がありますね。5種類もあるんですよ。おお、いろんな。焼き鳥といえば、昔からビールやお酒片手のお父さん方のお供でもありますが、今ではご家族やお子さん連れで焼き鳥をパクパクなんて光景があちこちで見られるようになりました。そんな焼き鳥、なんといっても炭火が決め手。家では食べたくてもなかなか炭火までは面倒で用意できませんからね。そういえば自分家で一回も焼き鳥焼いて食ったことねえなーなんて方も多いのでは。そこでうまいもん TV、 簡単に本格的な炭火焼きの焼き鳥が食べられる商品を探し回って、なんと見つけちゃったんです。それが炭火串焼きの店ジュン。地元広島の焼き鳥ファンに絶大な人気を誇る。そのうまさのポイントは一つ、店の大将自らが味わって納得したものだけしかお客さんに出しません。一つ、一品種だけではない。鶏の様々な部位の美味しさを楽しむのも焼き鳥の魅力ですが、その部位で一番美味しい鶏を厳選して鶏を使い分けているんです。一つ、秘伝のタレ。俺は塩肌からタレはどうでもいいやなんていうお父さんでも、この店のタレだけは別。ここに来たらタレも絶対頼んじゃうという塩派のお客さんも多いとのこと。一つ、焼きはやっぱり炭火。炭の持つあの独特な奥深い香りと遠赤外線効果で芯までじんわりとまんべんなく通った程よい焼き具合は炭火ならでは。やっぱり焼き鳥は炭火だなという方も大満足。この4つのポイントが純のうまさの秘密。うん、でも炭火焼き鳥って店で焼いて食べるから美味しいんじゃないのって方もいらっしゃって、まあこれ当然。じゃあ本当にうまいのかどうか、選手阿部亮さん、バッチリ試食の方よろしく。いただきます。いただきます。口の中に広がりますね。ご自宅で炭火焼きの焼き鳥を手軽に味わえるとはなんとも贅沢。袋から出して温めるだけの簡単調理で、ご自宅にいながらにして本格的な炭焼きの焼き鳥が楽しめるなんて、もうワクワクしちゃいますね。広島炭火串焼き純の自信作、ネギマつくね、せせり皮、手羽先の5種類が5本ずつ入って計25本入り、税込み4600円でのご提供です。どうぞ思う存分お楽しみください。このセット皆さんおすすめですので、ぜひよろしくお願いします。どうぞ皆さんでお楽しみください。